ードコア、ウォータードライブの特に有効なタイミングと使い方についてご紹介します。このウォータードライブの特に有効なタイミングですが、ラフウォーターに強いという特徴がありますので、強風、高波、速い潮流時など通常のポッパーやダイビングペンシルが苦手とするような状況でもしっかりとアクションさせることが可能になるため、そういったラフな状況でも臆することなく投入することが可能になります。また表層でのミスバイトが多い場合に、通常のポッパーやダイビングペンシルの1枚下の層を狙うことが可能になるため、ミスバイトが少なくしっかりとフッキングに持ち込むことが可能になります。では実際に釣りをしながら使い方についてご紹介します。このルアーはセンターバランス、固定重心ながら飛行姿勢が安定するように設計してあるため、最大飛距離75メートルオーバーの遠投性能を誇っております。基本的な扱い方としては、通常のダイビングペンシルと同様、ロッドを煽って出た分の糸ふけをリールで回収するという操作方法になります。ロッドを正面方向から横まで90度ほどジャークして、ロッドを戻しながらリールで巻き取ります。ステージにルアーがオートマチックにアクションしてくれますので、初心者の方でも簡単にアクションをつけることが可能です。使う時のイメージとしては、ジャークでアピールし魚に気づかせてステイでバイトさせるようなイメージになります。このルアーはスローシンキング仕様なので、ジャークする時のロッドの高さによって任意のレンジを攻略することが可能になります。海面の状況や青物のコンディションによって使い分けることで、チョークアップにつなげることができます。アクションの付け方も、通常のジャーキング、ショートピッチ、ロングジャークと様々な使い方が可能になっております。横風の強い状況など、通常のジャーキングがやりにくい状況では、リーリングしながらのジャーキング、またはただ巻きなども有効なテクニックとなります。トゥイッチのみで使うことも可能で、竿先を少し入れて素早く戻してあげることで、幅の広いワイドなトゥイッチで誘うことも可能です。